ぜここに。なんとか巻いたと思ったんだけど、やるしかないか。なあそこの君、ここではこんなモンスターが出るのか。あんたたちのようなならず者と話す気はないわ。あんたたち何か勘違いしてないか。危ない。あんたどうして。俺だけで受け止められるということは、70こそよりパラメーターが弱く設定されているな。だが愛に逃がしてくれるような相手ではないし。そこの君、少しは戦えるんだろう。何を。こいつを倒すまで一時休戦しないか。なんで私があんたなんかと。こいつの鎌は俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。なぜ私をかばうの。後ろから切りかかられるかもしれないのに。君に襲われる心当たりは全くないんだけどな。それならこいつを倒すしかない。ついでに言うと、俺も死にたくない。わかった、今だけ協力してあげる。サンキュー。よし行くぞ。
初めて見た。75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でも、ステータスはだいぶ弱くなっていた。同じステータスだったら、とても二人じゃ勝てなかったよ。で、俺としては、できればしたくないんだけど。その、やっぱり、俺が何かしてたら謝る。本当に、あいつ。あいつら、どうやら、本当みたいね。ああ。それを見て何とも思わない。なんで気にはなっていたけど、まあ、それどころじゃなかったし、聞いたら答えてくれるのか？いいわ。私。そういうこと。だから、私に関わらない方がいい。それじゃ、さよなら。ちょっと待ってくれ。何？それは分かった。ただ、教えてくれ。SAO の中、分からない。私は1ヶ月前に、生き残るのに精一杯で。1ヶ月前？で、あれ？ここの階層は分からなくなっているけど、アイテムやメッセージは通常通り使える。転移結晶がないのなら、俺のをあげようか。いくつかを持ってきているから。遠慮する。君は。フォローエリアデータ、アクセス制限が、なんだ今のは。あんた、それ。え？その手に浮かんでいる文様は。いつの間にこんなものが。さっきのアクセス制限がどうのっていうアナウンス。あんた、一体何者？どういう意味だよ。それより。私も。ねえ、その手、よく見せてくれない？え？やっぱり同じ。同じって。これと同じ文様がある場所を知ってる。そこに行けば、何かわかるかもしれないな。その、もし君が良ければだけど、そこへ連れて行って。別に構わない。でも、そんな簡単にオレンジ。確かに、カーソル、でも、スカルリーパー。それは、SAO の中で、俺はキリト。フィリア。フィリアか。よろしく。ん？あんたって、よっぽどのお人よしか。よっぽどのバカよね。一応人を見る目はあるつもりなんだけどな。それは光栄。Thank you.
フィリア、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。
然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただ違うのは、その手に浮かんでいる文様。フィリオにはないんだな。というか、ここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え？ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ。でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。分かった。で、俺たちが今向かっ、ほら、あそこに見えるでしょ。ああ、あの球体か。いいえ、入れないの。でもあんたがいれば入れる。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも私には文様が出なかった。こんなことが起きるスキルなんて聞いたこと。規定の時間に達しました。なんだこのアナウンスは。私に聞かれても困る。適性テスト。私もだ。なんだか知らないけど、ここを突破して。あんた、この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりわ。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか？なんでも。とはいえ、俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。一度にいろいろ聞かないで、わかんなくなる。
クリアを確認しました。承認フェイズ、また出た。ねえ、あ、いやごめん。何を？ホローエリアのことをさ、テストだとか承認フェイズだとか気になる単語が出てきたから。いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ、不満そうな顔。だって私がずっと調べててもわからなかったのにさ、ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら悔や…いや、あの、まだ解いたわ。ああ、これじゃトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハン…まあ、自称だ。モンスターと戦ったダンジョンに潜って、それが生き残ったからトレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか？ソロでの戦闘はただでさえきついのに。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それはすごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信があるわ。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか？まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら、さーてと。ちょっと順番が変わったけど、この先に、例の天、ここを抜けると。確かにこの文様と…ね、見間違いじゃないでしょ。ねえ、わかった、これでいいか。多分どうやらフィリアの考えが当たって、さすがトレジャーハンターだな。私も球体の中に何、きっとこの先にはホローエリアの…ああ、見るからに怪しそうだしな。ねえ、私も。当たり前だろ、一緒に行こう。うん。
さ。これって転移門かも。間違いないな。よかったなフィリア、ここから出られるか。どうしたんだフィリア、あんまそう見え。一緒には行かないから、だからここでさよなら。あんたと一緒で結構楽しかった。そうか、わかった。でもアクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐ、俺はこのホローエリアに、ここにはまだ謎、ボスクラスの強力な敵がフィールド、本来であれば。そう、不思議だよね。それにこれだけ特殊な場所なら、新しい武具や強力なスキルが見つかってもおかしくないからな。その気持ち、もし来ることがあったら私にメッセージをちょうだい。ここに、この紋章がなくても管理区に出入りできるのか。へえ、わかった。じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな。またな。転移。システムエラーです。私って何なんだろう。アークソフィア、戻ってこられたのか。転移門の設定は、よし、あそこはホローエリアというんだな。フィリア、いろいろと事情があるようだけど、彼女は一体。キリト君、キリトさん、よかった。リーファにどうしたんだ二人とも。キリトさんの位置情報が長時間ロッ、よかった。そんなの、生命の火を当てそうか今ってことは、この後はキリト君、やっぱりアスナもきっと大丈夫だったの。落ち着けや。よかった、こんなに長い丸一日ロッ、あ、そ、もう、ほい、あー、ユイな、パパ、はい、今回はパパが悪いです。ママはずっと泣くのを我慢してパパを探していたんですよ。それなのにパパは、あ、ママにちゃんと謝ってください。すまなかったよアスナ。本当？もちろんだよ。うん。おいアスナ、ここは町。パパ！はい。はあ。でも、無事に見つ、それはそうだけど、仕方ないで
ですよ。心配ばっかりさせるんだから。キリトさんにはきっと。シリカちゃんは？ああ、帰ってきた。ただいま。だから言ったでしょ。どうせそのあたりを。いや、ふらふら。アスナもみんなも心配。だってキリトくん。ああ、もう。キリ、アスナにちゃんと謝ったんでしょ。あ、謝っ。まったく。だから。不可抗力。そうなんだ。ダンジョン探索していたら、とっさ。そ、強制転移ね。もしかして、私やり、それって、別の世界に。いや、俺が飛ばされた先は、間違いなく SAO の一部だった。ただ、隠しエリアみたい。隠しエリア？ああ、通じ、モンスターも強いのが、こうなん、運もあるけれど、だから。でも、そんなエリアが、ねえ、ゆいちゃん。ゆいちゃん。確かに、アインクラッドには、様々な事情で、一般のプレイヤーには、でも、それは、プレイヤーが非公開。はい、ですが、それを考える、そう、ありがとう。いいえ、いや、今の説明で十分。パパのお役に立てた、ねえ、さっきキリトが、可能性はあると。そうだったら、私の武器も、私も、ちょっとみ、いいじゃないか別に。で、高難度エリアで手に入る相手、そうすれば、それは、なら私も行くわ。それに向こうで知り合った、もしか、パパ、その、もしかしなくても。よくわかったな、フィリアってか。ほらね、フラフラしていただけじゃなくて、くどくと。どうだか、どうせ力になってやるとか言ってきたんでしょ。キリト君、私が泣くほど心配して。待て待て、たまたまだって。たまたま、む、知らない。勘弁してく。でもまあ、何かあっても、黒の天使様がいることだし、探索には行こうよ。どうかな？あ、さっき、今日は、いや、パパ、そう。悪いが、一つだけ頼みがある。何かな？簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだら、しばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。おう、よかろう。キリト君、ダメだよ。そんなの、そんなのないよ。これはデュエルじゃない、単純な殺し合いだ。そうだ、俺はこの男を殺す。呼ばれてるのか。
そうか。おい、暗い。何ぼさっとしてんだ。倒したんだよ、ラスボスを。おめえは勝ったんだよ。やったのか。これでどうな。俺は勝った。そうか、リト君。アスナ、お二人さん、見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。見せつけんな、うらや。あ、ちゃかさ。いっ、ところで、俺たち、いっ。あ、ヒースクリ、ヒース。私も、けど。じゃあ、いや、なら、き、俺に。そんな、私たちは、まだ戦わなきゃならないの。おいおい。キルト、先に進む扉が開いたぞ。76層へと進む扉。進むか。キリト、キリト、ゲ、行こう。この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン VRMMORPG とナーブギアは、それは自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアの正式サービス開始とともに、しかしそんな気持ちを一転する出来事が起こる。
ゲームを開始し、不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは、アバターがなかやばはログアウトの、さらにつまりそしてかやばから外部からの強制的なゲーム停止の試み、ナーブギア無事にけかやばの話に、まさにデスゲームの命がけとなるこのゲームの攻略は、攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーは、その数を約6000人まで減らし、SAO、 しかし攻略をただ一人を除く、ヒースクリフ、プレイヤーバナ、正体を明かしたカヤバは、この場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い敗れた。ゲームマス、このゲームもログアウトされ、2020、第76層へと進む。ここが75層の階段を、ん？どうして、なんか、キリト君、おかしく、なんだこりゃ。スキルはいくつか、おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況を教えてくれ。何でも下の層に転移できなくなってるみたいだ。みんな、このまま待ってて、これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。そう、そうだよね。私たちの目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから。目指そうよ。おお、そうだ、やれる、まだやれるぞ。一層から始まってここまで来たんだ。やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標はこのゲームを攻略することだ。おお、行こう。おお、そして俺たち攻略組は、76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。なんだ、文字化けしたアイテムが、よし、
オブジェクト。はあ、やっと外に出る。ゆい、ゆいちゃん、パパ、ママ、お久しぶりです。ああ、よかった、二人とも無事だったみたいね。来ちゃったのって、落ち着いて聞いてね、リズ。実はもうリズは75層以下に戻れないのよ。